顎関節前方脱臼の徒手整復術をマスターしたい先生はこの動画をご覧ください。顎関節前方脱臼の徒手整復術は教科書通りに行ってもなかなか難しいと思います。今回この動画では整復術のコツをお伝えしたいと思います。徒手整復術は患者さんの前方から行うヒポクラテス法、患者さんの後方から行うボルカース法の2つがありますが、私はボルカース法をお勧めします。ヒポクラテス法をお勧めしない理由は、術者の脇が空いて力を入れにくい、術者が手を噛まれやすい、術者が前に立つので患者さんの緊張が強くなるが挙げられます。標準口腔外科学第3版ではこのように記載されています。母子の置き場所ですが、下顎大臼歯後合面ではなく大臼歯と下顎歯の間に置くことをお勧めします。また下顎骨に対する力のかけ方ですが、下方へ押すという意識ではなく、下顎骨を手前に回転させるという意識で行ってください。前方脱臼は両側と変則がありますが、指の置く位置は一緒です。変則の場合は肝側をしっかり回転させ、腱側は下顎骨を支えるイメージで行ってください。説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。